使用及び記述言語はシステムの使用を記述するための言語であり曖昧さのない使用記述を実現するために作られた。主な対象は受動的な分散システムである。スウェーデンの計算機科学者イバー・ヤコブソンはソフトウェア開発を行うために青写真が必要であると考え、使用記述言語、 SDL の最初の版の開発者の一人となり、SDL は電話業界での標準となった ITUT に定義されている。もともとは通信システムのプロトコル仕様の記述法であったが、現在はそれに加えて、プロセス制御やリアルタイムアプリケーションにも使用されている。グラフィカル表記とテキスト表記があるが、どちらでも同じ内容を記述できる。 有限状態機械と階層的なブロック分割を基本としている。形式使用技術の一種として使用でき、構成と状態遷移を網羅することで、漏れのない完全な設計に用いることができる。ありがとうございます。